ント・パルナインです。イギリスをはじめ世界のサッカーファンが奇跡と称賛したプレミアリーグレスターの優勝、イギリス人は岡崎選手をどう評価したのでしょうか。昨日喜びに包まれたイギリスレスターの街、一夜明け日本でもイギリス人たちは大興奮。 It's crazy. It's never happened in the history ever. It's awesome though. No one saw it coming. It's brilliant. Yeah, I think everyone enjoys that they've won it. 実はレスターは長年弱小チームとして知られた存在で、低い評価を覆しての奇跡の優勝だったんです。そのレスターを支えた岡崎選手をイギリス人はどう評価しているのでしょうか。通信簿をつけてもらいました。さて昨日も速報でお伝えしましたが、世界最高峰のリーグの一つイングランドのプレミアリーグでレスターがクラブ創設から133年目での歴史的優勝を収めたということなんですね。でそのレスターで主力として活躍したのが日本の岡崎慎司選手だったんですね。まあ優勝したってことも本当すごいことですし、日本人として嬉しいですね。スーパーシュートがね、印象残ってますね。シュートもありましたからね。そうですね。でこの岡崎選手は今シーズンレスターに加入しまして、36試合中34試合に出場しました。でリーグ戦の中盤からレギュラーにも定着して5ゴールを挙げる活躍を見せ、優勝に貢献したということなんです。さあそこでジップは日本の訪れていたイギリス人に岡崎選手の通信簿をつけてもらいました。ジップが調査したのはプレー、ファンサービス、ルックスの3部門です。最高星3つで評価をしてもらいました。まずは大学時代からレスターのファイトというこちらの男性に話を聞くと、 I gave 3 stars for his technical play and his play techniques. He's skillful, he's quite muscly, which and pushes people out of the way. He certainly knows how to. ファンサービスについても星3つの高評価。その理由は、I've seen him go up to fans after games, like in the crowd and like in the t-shirt. In his interviews, he's always nice, answers the question. Yeah, he just doesn't do anything wrong with the fans.